買い物ポイントとかクレジットで言っている。第2次が1枚1100円したカードなんですけど、これも仕始めに使って亀裂が残ったチップの亀裂が起きたりということで、第3次のこの IC カードは18年の6月に第3次の IC カードとして導入します。で今約、3年近くも2年半ぐらいになるわけですけど、発行枚数は今2万4000枚から2万5000枚というところになります。でこの IC カードのこのいいところっていうのは、今お手元にこういった A4 の用紙で、エルボールカードカードの各種機能ということで、お手元にございます。